皆さん、こんにちは。今回は、普段使っているイビルツインズの紹介をします。もうテーマとして大好きです。特にリーラが好きです。リーラが、フィギュアが欲しい。ことぶき屋で探せそう。ない。よし、作るか。なんやかんやして。うおー、完成だ。ご視聴ありがとうございました。冗談です。ここから作成過程動画です。的にする絵を取り込むところから始めます。プレイを取り込んで、テクスチャとしてイラストを貼り付けます。他の方法もあるようですが、一番楽だと思っている方法で行っています。ズ・イースフィアを取り込んで、大まかな体を作成します。肌の露出が多い場合は、ここで体のラインを重視して作成します。今回作成するリーラは、そこまで露出が多くないため最小限にします。腕や足がどういった配置なのか程度でとどめておきます。ある程度できたらアダプティブスキンを適用し通常のモデルに変換します。変換後にズ入りメッシュアーをかけておくと作業がしやすくなるのでしておきます。モデルを体のラインを想像しながらムーブブラシで変形させていきます。胸は無意識に盛りがちなので気をつけましょう。己の欲望より忠実さを優先しましょう。体にある程度の目処がついたら各パーツ作りです。体にマスクをかけて抽出にて厚みゼロで抽出します。厚みゼロにすることでスネークフックブラシで作業がしやすくなります。また編集前にズ・イーリ・メッシアーを 0.1 でかけると作業がしやすくなります。あとはガシガシとモデルを変形させていきます。私は服の作成は抽出、リメッシュ、変形を鉄板にしています。変形画が完了したら、ダイナミックサブディビジョンを適用します。任意の厚みを適用して、ポリゴンに厚みをつけます。厚みをつけた後は、ムーブブラシで変形をさせます。ここで大切なのは、この時点で細かく作り込まないこと。後で変更する必要が出た時に、修正が非常に手間になります。また、パーツごとに、クオリティの差が出てしまう原因になりかねません。画面ではワンピースの作成をしています。スカート部分はマスクとトランスポーズを活用し作成しています。もうこの時点である程度の全体像は見えますね。例のごとく細かくは作らないよう気をつけましょう。足りない部分を同様の手順で作っていきます。ここで余談なのですが、ここまでの作成方法は本を参考にしています。その本は作って覚えるズブラシスフィギュア制作入門です。このソフトを使うにあたって初めに手にした本なのですが、これはすごいです。ゼロから表紙のモデルを作成する練習をするのですが、センスに関係なくモデルを完成させられるようになっています。ズブラシの操作の説明もしているので、初めの一冊として最高だと思います。特にお金をもらっているわけではないので善意での宣伝を終わります。服の作成が終わったため、頭の作成に取り掛かります。玉のモデルを元にしていきます。大体の目の位置を決めて、ムーブで変形させていきます。顔の作成方法はパターンが決まっているので、慣れたらスムーズにできます。今回は頭身が低いので、鼻や口の位置を低めに作っています。いろいろな角度から見て、違和感がない程度で留めておきます。顔の作成ができたら、体のモデルに位置を合わせて配置します。今回は配置後に顔の輪郭に違和感があったため再調整しています。調整し確認しながら位置を合わせて配置しました。ここで大まかなパーツ作成は完了です。画面は止まっていますが、これは次に何を作るか考えているためです。録画時の自分はなぜ録画を止めなかったのでしょうか。ちなみに実際の時間でここまでで1時間です。プロの方は一体どれくらいで作成するのでしょうか。まだまだその領域は遠いですね。次に靴の作成をしていきます。例のごとく玉を変形して作成します。正直作り方は服で使ったものの複合なので、できましたでもいいのですが、初心者の方が参考にできるように、リーラの作成は極力カットを使わず倍速で進行させていこうと思います。退屈だと思うかもしれませんが、これも 3D モデル界発見のためです。お付き合いいただければと思います。先ほども伝えたように、靴
靴の作成に目新しいものはないので、先ほどぶりの余談を再びさせていただくと、私のズブラスでの作成経験はちょうど2年です。そのうち半年くらいは全く触らない期間があったので、だいたい1年半くらいが真面目に取り組んだ期間になります。これから触ってみようって方は、私のレベルを目安にしていただくと、安心できるかもしれません。というのも、ズブラスは機能が非常に盛りだくさんで、初めて触っての感想が、いやこんなに覚えられないようでした。そして、今、そのたくさんの機能を使えているかというと、答えはノーです。画面の上に、レイヤーとかビッカーとかありますが、どんな機能であるのか全くわかっていません。これは経験談なのですが、何かを始めるにあたって壁となるのは、最低限がわからない、わからないから全部使おうとする。結果として、取捨選択ができずに潰れてしまい嫌になる。そんな感じだと思うんですよね。少なくとも、私は、ズブラッスでそれにぶち当たりました。さっきの空白の半年は、その結果です。先ほど紹介した本を一周した後、何をするべきかわからず、路頭に迷ってしまいました。そこから立て直したのは、最低限でモデルを作ろうという意識です。作るモデルも最低限にしました。作るモデルも最低限で元体のみにしました。そして、完成させたら、どんな機能で作ったかをまとめるようにして、次モデルを作るときは、前回使わなかった機能を一つだけ使う。それの繰り返しをしていきました。そしたら、少しずつ、この形を作るにはこの機能を試してみれば、といった感じで思いつくようになっていきました。何事にも言えることですが、情報の取捨選択って本当大切ですね。靴の作成長くないですか？これ15倍速なんですよ。もう、話のネタないですよ。正確には、初めの動画に使うようなネタというわけですが、しょうがないので恥ずかしいですが、私が知識ゼロから作っていった過去のモデルでも紹介しましょう。これは、初めてから30日くらいのモデルですね。本を参考に作っているので、一応、人の形をしています。ちょっと太すぎますね。反省して修正したものです。前回から1ヶ月後のものです。今見ると、ジャミラみたいですね。動画長いです。うわなんだ突然生めかしいですね。前回から3ヶ月後のモデルです。体のラインを意識する練習をして作成しているみたいです。これもまた余談ですが、秀逸なキャラデザインには条件があって、シルエットか色の組み合わせで、そのキャラクターとわかることが、最低条件であると聞いたことがあります。電子の歌姫こと初音ミクは、どちらにも該当していますね。超ロングアップツインと緑、黒、暗めのピンク。どちらでも初音ミクとわかるようになっています。最近では、ウマ娘のキャラデザはすごいですね。脱線が長くなるとまずいので、この話は、機会があれば別のところで。モデルの話に戻ります。これは、先ほどのモデルの翌日のものです。少し色気が出てきたのではないでしょうか。当時、完成して、喜んでツイッターにあげたら、センシティブな表現。に分類されて驚き半分、喜び半分になった思い出があります。半年前まで何も作ったことない人間が、ツイッターの AI に。これは HW と判断されるようになったのですよ。なんだか認められたような気がして、とても嬉しかったですね。あんまり映してると、動画でもセンシティブになりそうなので、切り替えます。髪の毛の作成を始めたようです。これが、半年もの間モデルを作れなくなった挫折の原因です。とにかく作るのが難しすぎる。本を参考にしても、そんなうまく作れない。動画が安定していますが、試行錯誤が長すぎたのでカットしています。間違った方法を参考にされてしまっても困るので苦肉の策です。挫折している最中の話は中身がないので言いませんが、そこまで立派なことはしていないのでいいでしょう。時を経て半年後に作成したモデルがこちらです。めちゃくちゃマッチョになっとるやんって思ったと思います。そうです、マッチョにしました。正確には髪の毛を作り出す前に、体の完成度を上げて、こんだけ作れるなら髪の毛もいけるだろうと自分に思わせる、そんな自己暗示をするために作ったのではないかと推測します。もしくは、K
健康のためにこの時期にジムに行き出したこと。正確には謎なので、これは世紀の謎としておいておきましょう。この動画内では最後となるモデル紹介です。このモデルでちょうど初めのモデル作成から1年ちょうどです。1年間裸だったモデルがやっと服を着ました。並べてみるとこんな感じ。ジャミラだったものが女性の体になったのではないでしょうか。成長曲線としては緩やか、かつ挫折期間があったので、今から始める方はもっと早く、もっといいものが作れるかもしれません。そんなモデル制作ソフトが今なら買い切りで10万円。高いと思ったそこのあなた、 3D ソフトの相場で考えたら格安ですよ。有名なマヤなんて年間で28万円です。それでも高いよという方、ご安心ください。廉価版のズブルスコーという製品があります。なんとお値段2万円、安い。買え。それでも高いよという方、ご安心ください。なんと無料版のズブルスコレミニという製品があります。今すぐ概要欄のリンクから飛んでインストールしろ。と言っても手が出ないという方は、私の動画を見て少しでも興味を持っていただき、クリエイティブな考え方を身につけていただければと思います。全部は無理かもしれませんが、困った時はコメントやツイッターもやっているので、聞いていただければ何か手伝えるかもしれません。何かを作る上で一人で作る必要なんてありません。ぜひとも頼っていただければと思います。というよりも誰か制作友達になってください。 3D モデル作成の趣味を持っている友人なんていないですよ。お気軽にお声掛けいただければと思います。なんか変な空気になってしまいましたが、靴の作成が完了しました。基本的にマスクをかけて抽出縮小で作成されています。詳しくは動画を低速にするなどして参考にしていただければと思います。最後に大まかに作ったモデルに配置していきます。この段階では足に合わせるというよりも絵に合わせています。固定された基準を作って、最後に足の向き等を調整するためですね。片方の足で調整できたら、ミラーでもう片方を複製、同じように位置を調整して靴の完成です。次回はモデルの完成までいけたらいいなと思っています。動画についてのご意見等あればコメントしていただければと思います。長い時間のご視聴ありがとうございました。